こうやって私はいつも公園とか山とか道端に生えている雑草をいつも観察しています。季節季節咲く雑草の可愛さだけではなくて、雑草の茂り方や生え方、そして、どんな雑草がまとまって咲いてるかを、観察するようにしています。それはなぜかというと、この自然界の仕組みのサイクルを知るためです。その自然界のサイクルを、知ることで、雑草の生え方のサイクルを知ることで、実はとても大切なことを学ぶことができるんです。土の質、この場所がどんな土の質なのか、赤土とか黒土とか砂の土とかいろいろあるんですけども、そういったものではなくて、酸性中性というような、土の、本当の意味での質を、知ることができるんです。その雑草の種類によ、よってそこの土がどんな、中性なのか酸性なのかっていうのを知ることが実はできるんです。私はそういった、こととか、あと雑草ってただ単に生えているわけではなくて、順番があるんです。普通私たちお花育ててたら、春先パンジーとかチューリップ、夏はひまわりっていうふうに季節に応じて咲く花が違うのは知ってはいるんですけど、雑草の世界はそれらが顕著に出ます。で、それは、品種のせいだろうとか、種類のせいだからとか思われる方がいると思うんですけども、ただ単にそういう理由だけではない深い奥の意味があるんだなって私は感じています。雑草をよく観察していると、自然界のサイクルの仕組みが本当に一番よく分かります。山や森の、木とかではなくて、この雑草の世界をじっくり観察するのが一番自然界のサイクルを知る上で一番大切だなと私は感じています。普通のバラや、パンジーとか、そういう私たちがお花屋さんで手にするお花ではなくて、この自然界に生えているこの一年草、多年草、宿根草的なこの雑草のサイクルを観察することが、いろんな意味で私たちがバラを育てたり、果樹を育てたり草花を育てる上で一番たくさん学べることが多いと思います。実際私は、本や、プロの方の専門の方がお話しされていることよりも、実際こうやって自分の足で公園や山や、川に行って自然の中を観察したことでたくさんのことを勉強しています。自然の中を観察することによって、本に書かれていることとかプロの方がお話しされていることが違うんだなっていうことが私は分かってきました。プロの方も、園芸家の方、たくさん動画でお話しされていることがありますけど、あ、やっぱり違うんだなっていうことが分かってきました。バラを育てる上で、何が大切なのか、私はバラがなぜ病気になるのかなとか、
やっぱり自分で育てていてすごく疑問に湧いてきたことはたくさんあるんです。プロが言うようにこの土を使えばいいのかとか、肥料を与えればいいのか、バラってとても肥料食いで元肥、後肥とかお礼肥とかいろいろ与えなければいけないとか、剪定はこうじゃなければいけないとか、いろいろ、まあ、専門書、あとプロの方がおっしゃっていますが、実は違うっていうのを自然の中を私は観察してみて、その中に矛盾の多さをすごく感じています。今回は、お花の生き方ではなくて、私が日頃雑草を観察していて感じていることを、映像を通してお伝えしていこうと思っています。皆さんもぜひ自分の足で、公園や山に行かれてじっくり自然界の仕組みを観察してみてください。雑草の生え方の特徴が分かってくると思います。なぜこんな風に雑草は咲くのかなとか、そして毎年毎年同じ場所を観察してみてください。生えてくる雑草が違ってくるんです。で、生え方が違ってきます。春生えてくる生え方の、もちろん季節によって生えてくる植物は違うのは当然なんですが、そういった意味ではなくて、私が言いたいのは、なぜそういう生え方をするのかということなんです。日本には春夏秋冬っていうものがあって、季節季節咲く花が違うのは分かるんですけども、お花が咲く時期が違うっていうのは、でもなぜそうなのか、なぜそういうことが自然界で起きるのかっていうことの、ポイントです。それが季節によって違うから種子の、そういうサイクルが違うんでしょうって、まあ大体そういったことを専門家が話していることはないです。で、私はそういうことに疑問が湧きました。なぜ、自然界の植物は、園芸家がハウス栽培で作られば、一年中パンジーだってチューリップだって咲かせることができるんです。実際お花屋さんには一年間 通してバラやユリやダリアとかスイートピーとか一年中お花屋さんには売られています。ハウス栽培ではそれが可能なんです。でも自然界はそうじゃないんです。それは季節が違うからとか、その種類が違うからとかいう、そういう単純な問題ではなくて、それが自然界のサイクル、自然界の摂理という問題になってくるんですけど、それを言ってしまうと皆さんが、毛嫌いしてしまうスピリチュアル的なお話になってしまうんですけども、そういったものが顕著に現れているわけです。自然界というものはもう本当にスピリチュアルな世界なんです。で、私は小さい時からいろいろ様々な経験をしてきて、そして自分の足で出向いて、改めて植物を観察していると、なぜこれらの植物はこういう咲き方をするのかなとか、なぜこの雑草はこの場所にいるのかなとか咲いているのかなとか、なぜこの植物とこの植物は一緒にまとまって咲いているのかなとか、なぜこの植物が枯れた後この植物、この雑草が生えてきて、この雑草が生えて枯れたらなぜこの植物が、この雑草が生えてくるのかなっていう、
順番があるんです。でその不思議さに気づきました。雑草の世界も同じ、普通の草花と同じようにイネ科とかキク科とかマメ科とかその種類があるんです。でそれを、春先から順番に観察していってると、これは、不思議な働きが自然界の働きがあるなというのを感じました。でそこにすごくスピリチュアルな世界を感じています。もともと私がこの動画をイシスのバラっていうふうに名前をつけたのも、そういった意味合いからそういう、名前を、YouTube の名前をつけているんですけども、自然界そのものがスピリチュアル、私たち人間とか霊的な世界がスピリチュアルという意味ではなくて、この自然界がスピリチュアルなんです。で、雑草をじっくり観察していると、雑草は土を作っているというふうに私は感じ始めました。出番があるんです。雑草は季節によって、芽吹いてくる順番サイクルがあって、それはなぜかというと土を作る、酸性を中性に、アルカリ性を中性にするために雑草はそういう働きを、それぞれの雑草がしているんだっていうことを感じ始めました。芽吹く時に、私たちはバラを育てる時に、私たちはバラを育てる時に、まあ、バラに限らずお花を育てる時や果樹を育てる時に窒素、リン酸、カリウムというものを、まあ、お花を育てる上での、まあ、栄養素、大切な基本元素的に、理解しながら育てていきます。茎や幹や根や花や実をきれいに丈夫に育てるために窒素、リン酸、カリウムというものを私たちは、考えながら草花の果樹や育てますが、その窒素、リン酸、カリウムを雑草が作り出しているのではないかなと私は思い始めました。それは私が公園に行った時に、じっくり観察し始めたのが今年の1月ぐらいからです。川や公園、山を、訪れて同じ場所を見ていました。で雑草が、小さな雑草が、芽吹き始めてから、そして4月の桜が咲く時期のあたりをじっくり観察していった時に、雑草は桜が、芽吹き始めて、葉っぱを、芽吹き始めて、そしてつぼみ、花が咲き、花が終わり、そして青々とした葉っぱを茂らせ始めた時の、その桜の株元に生えている雑草をじっくり見ていた時に、これは雑草が順番に、窒素、リン酸、カリウムをそれぞれの雑草が作り上げてるなっていうふうに感じました。葉や、まあ、根を丈夫にするためのカリウムとか窒素を作り上げているマメ科の、雑草、そしてリン酸を作り出す、雑草が順番にサイクルの順番に咲き始めていくっていうことを私は、気づきました。最初に、
窒素を作り出すマメ科の植物が咲き始めるんです。実は、私はそう感じています。でその次に、窒素リン酸を作り出す、キク科やイネ科の植物が咲き始めてるというふうに感じています。今は、植物を観察していると今も、マメ科ももちろんいますけど、四つ葉のクローバー、私たちが、慣れ親しんでいるクローバーは、マメ科の植物になります。そしてタンポポなどの、雑草はキク科になります。自然界は本当にうまく出来上がっていまして、そこに生えているもう本当に私びっくりしたのが、桜の株元を見た時にちょっと涙が出てきそうになったぐらい感動したんです。今年の春、公園に咲いている桜はこれらの雑草が支えているんだなってものすごく感動しました。もう雑草が桜に寄り添うように、こう雑草の株を、桜の雑草に向かって生い茂ってるんです。わーっとなんか、寄り添うようにです。マメ科の植物から始まって、マメ科の春の植物の代表選手で、カラスのエンドウというものがあります。まずマメ科の植物で春先一番目立つのがカラスのエンドウなんです。そしてスズメのエンドウという、同じカラスのエンドウと同じものが、芽吹き始めます。でそのうち、月日が流れてカラスのエンドウが勢力旺盛になってくるんです。でカラスのエンドウは、今もその地方によったり、あと同じ、私の住んでいる地域でもそうなんですけど、日陰の場所と日当たりの場所ではもちろん成長スピードが違ってて、日当たりの場所ではもう枯れ始めています。でも日陰、私の花壇にもカラスのエンドウを植えているんですけど、カラスのエンドウはまだ青々としています。その桜を観察していた時に、桜が咲き始めるまでカラスのエンドウはわーって感じで青々とすっごくもう1メーターぐらい生い茂っていたんです。もう本当に寄り添うように、桜に絡みつくように、桜の周り、3メーター、4メーター、5メーター四方に全体にカラスのエンドウがわーっと旺盛を強く生い茂ってました。そして今は枯れています。枯れた後に今度はスズメのエンドウが生い茂ってきました。そして、そろそろスズメのエンドウが終わり始めた頃、このクローバー、四つ葉のクローバーが今度は勢力を増してきました。そして今現在はこのキク科の黄色いタンポポとか外来種のものとかが咲き始めてきました。これはなぜかというと、最初に、桜が咲き始めるときに何が必要なのかというと、根を育てるための養分が必要ということです。桜を育てるために、木を育て、草花を育てるために必要なもの、窒素、リン酸です。でそれを多く出しているのがマメ科の植物なんです。そして桜が、根をしっかり張り始める1月2月の時に窒素やリン酸を、
窒素やカリウム、ごめんなさい、窒素やカリウムを、働きかけるマメ科の植物が旺盛になり始めます。芽吹き出して茂らせて、そして、マメ科の植物が光合成をしながら、窒素とリン酸を、窒素とカリウムを作り出して、養分を作り出します。そして桜に送り届けます。そしてマメ科の植物が枯れ始めると、今度はリン酸を作り始めるキク科やイネ科の植物が育ち始めます。これから夏先、キク科の植物、イネ科が旺盛になっていきます。それはこの暑い夏の時期を乗り切るためにリン酸が必要だからです。花や実をつけさせる、夏花を咲かせ、秋に実をならせるためにリン酸が必要になるからです。その力のためにキク科の植物やイネ科の植物が光合成をして、私はこれからも、バラを通して、きれいなバラを咲かせるために、雑草や落ち葉のバクテリア、苔や藻を利用して、利用することによって、本当に農薬も肥料も除草剤もいらないんだよっていうことを皆さんに訴えかけていきたいです。そのためにイシスのバラという名前を付けました。そこには私なりの意味があって名前を付けています。ただのバラの園芸、草花を育てる、趣味の動画では実はないんです。自然環境保全のための意味があります。バラを咲かせるために、農薬は必要だとか、雑草の、バラの栄養分を取り去るから雑草を抜けとか、バラを咲かせるために肥料が必要だとか、後越え、元越え、お礼費が必要だとか、そういったさまざまな矛盾を、私は雑草や落ち葉を活用することによって解き明かしていきたいと思います。で、そういうことをすることによって、地球を汚染するような化学肥料や農薬を使わないことで、この美しい地球を守っていく、私たちの身近な生活の安全を守っていくということを学んでいこうと思います。バラをきれいに咲かせたいから、自分が咲かせたいからということで、ご近所のことも考えず、周りの人たちのことも考えず、土に生きているはずの微生物やミミズや昆虫のことも、さまざまな命のことも考えず、ただバラをきれいに咲かせたいからとか、虫が嫌いだからということで、農薬や除草剤を使うということが果たして正しいのかということを、もう一度私たち人間は、暮らしの中で、園芸を育てる暮らしの中で見直していかなければいけないと思います。そしてそういう時代になっていると思います。大人の私たちだから、本当に正しいことは何なのか、間違いは何なのかということを気づくべきだと思います。除草剤や農薬が本当に正しいと皆さん思いますか？お子さんや小さな子どもたちの目の前で農薬をまくことができますか？私にはできません。大人だったら
間違いに気づきましょう。皆さん、何が正しいのか、何が間違った考えなのか、どういったことが矛盾しているのかを私たち個人個人が見直す時期だと思います。私たち個人個人が考えて行動を変えないと、プロの方や業者や国は変わりません。私はいつも行く公園で、公園の中に除草剤のラウンドアップが落ちているのを見つけました、ゴミ拾いをしている時に見つけました。落ち葉を拾っている時に見つけました。ラウンドアップの殻を見つけました。ラウンドアップは除草剤で、ベトナム戦争で使われた枯葉剤と一緒です。ベトちゃんドクちゃんって言って、今から20年ぐらい前によくテレビでも、見かけていました。さまざまな人間の体に影響を与えます。奇形を与えます。女性の方、男性の方、不妊症になったりします。ラウンドアップの除草剤だけではありません。私たちが使っているバラに巻く農薬も同じ仕組みが含まれています。それを巻くことが本当に正しい大人がすることだと皆さん思いますか？やはりそういったことを変えていかなければいけないし、考え方を改めていかなければいけない時代になってきました。私たち個人個人が変えていかなければ、国も、農業業者も園芸業者もプロの方も考え方を変えません。私たち個人個人が変えていく必要があるんです。今回は、お花のアレンジの映像をお見せしながら、雑草のについてお話をしていきました。これからも雑草を通して、雑草と落ち葉とバラをメインに、様々なことを私は、訴えかけていきたいなと思っています。皆さんに気づいて、考え方の矛盾点を、考えてほしいんです。これからもそういうつもりで動画を作成をしていきたいと思いますので、興味のある方はご覧ください。一緒に学んで、一緒に成長していきませんか？自然のために、この日本のために、この地球のために、少しでも優しさを持って、思いやりを持ってこれからの人生を送っていきませんか？そういう人たちが必要となる時代です。